ライトチューンをやっていきたいなと。全然印象違う。こんにちは皆さん、最近 TJR ドライバーになりました大分しきです。今のところマイカーね、ホンダ車しかないんですよ。移籍したばっかりで、この自分のマイカーであるシビックをチューニングしていこうじゃないかなと思いまして、山口までやってきました。ですが周りを見てください。トヨタ、トヨタ、GR、 トヨタ関連のショップがいっぱいあるんですが、これどういうことですか？うちのシビックがカスタムできる。これはですね、大湯が今所属してるセルモ、人間にした舞台となっているいろんな車を扱っているフェリックスという場所です。知らなかったんだけど、実は GR ガレージってトヨタ車だけかなって思ったら、そんなことないっていうのをこの前 GR に教えてもらったんです。マジ？トヨタ車しかダメなのかなみたいな。 GR ヤリスとかカローラとかじゃないとダメなのかなみたいな。オイル交換ですらいいんですか行ってみたいな感じあるよ。いいんだって、応援のシビック持ってっちゃっていいですかって、土下座に土下座を重ねてお願いしたらいいよって。そんなことある？ GR ってそういうとこなのか。いやだってさ、今見渡したらシビック俺来たじゃん、32とか EG とかホンダ車もあるわけよ。どういうことみたいな。それはお店の人に詳しく聞こう。なるほど。はるばるちょっとこちら GR ガレージ周南さんまで来たんで、まず散策して見ていきたいと思います。シビックはその後そもそもさ、このシビック変わったの知ってます？ホンダからトヨタに移籍する直前に買ったこの FL5 ね。 YouTube のショートで1本だけ出てます眠ってたよねしばらくね、はい、それのねご様子もちょっと見ていただきながら GR ガレージさんでカスタムしていこうと思うんで見てってください。いらっしゃいませ。こんにちは。よろしくお願いします。リアルガレージのすめです。よろしくお願いします。最近ね、TGR なんだから、トヨタ初心者なんで、GR をちょっと案内してもらいたいなと思います。ようこそ GR ガレージ。はい。よろしくお願いします。ここはフェリックス88っていう、まあ、複合施設なんですけど、はい、黒いエリアが GR ガレージになってまして、ここで商談をしたり、そこにリフトとかもあるので、整備はここではできないんですよ、はい、整備は工場でするんですけど、まあ、例えばこういったものつけましたよとか、まあ、スポットがブレスとか見れるじゃないですか、はい、そういったものを上げてこういった風になりましたみたいな、ね、ここで見れるってめちゃくちゃいいですね、はい、あとこういった GR で多くのオイルも取り揃えているので。あれなんですね、僕本当に全然知らないですけど、 GR のオイル、はい、っていうものがそもそもあるんです。そうなんですよ、これめちゃくちゃいいんですよ。シフトアップタイミングがちょっと早まるみたいな、はい、マニュアルでいけばですよ、はい、それだけすごく潤滑性がいいというか、エンジンがスムーズに回るので、あとはまあお客さんの好みもあったりするので、あと他のオイルメーカーさんのも置いてたりですね。 GR シャンプーってあるんですけど、知らないよ。こう頭のシャンプーじゃないですよ知らないですか？知らない、知らないです。実際にこう車のコーティングみたいな感じで、要は空気抵抗を少なくして騒音性を良くするような、シャンプーしながらそれが静電防止になって、結構人気な商品ですね。まあ、僕レースやってて、はい、コーティングで少しでもこう抵抗をなくすみたいなのも大事だったりし、はい、するじゃないですか、はい、GR シャンプーも気になるし、オイルも気になるし気になるのあるね。で、あとはこういったグッズとかも取り揃えてるので、もうチョイスしてもらったりですね。ユグッズは入ってない。ユグッズは10年後ぐらい、すぐ仕入れますよあ、そっか、ある、物はあるか。あ、そうなんですね。じゃあぜひ置きましょうこれから置いてもらって、はい、なんか奥にもいろいろありそうですね。複合施設なので、先も言いましたように、通常のカー用品店ですよね、トヨタ系列のジェームスもあるので、実際に GR は目当てじゃなくて、ジェームス目当てのお客様が GR 来られてカスタマイズというケースもあるので、流れができてるのがすごくいいですね。です、はい、若い時よくジェームスさんもそうだけど、オートバックスも含め一人でテコテコ歩いてって結構好きだよ、ドンキの車コーナーとかオートバックスとか言ってさこれいいじゃんとか言って、いらないものを買う。いらない、それありますね、あるあるですね僕もそうです、はい、なんかないかなで来ることの方が結構多いかも。だからその流れでこう見れるのがめちゃくちゃいいですね。上にはカフェもあるので、うん、じゃあカフェ行きます、はい、お腹空きましたカフェあるんですか？そうなんですよ、一応会員制なんですけど、だからカフェだけご利用のお客様もいらっしゃって、ママ友会みたいな感じで。うーん、すごい結構おしゃれでしょ。おしゃれ、
おしゃれです。おしゃれです。え、というか、そもそもだってカフェあるんですね。そうなんです。何って、何屋さんみたいな。ハンバーガーがすごく人気で。88バーガー。フェイツ88なので、はい、88バーガー。食べたいです。うまい。肉もだけど、野菜もなんかめっちゃフレッシュで美味しい。こうカスタムして待ってる時に食いすぎて太るわっていうぐらい美味しい。ではさっきね、ちょっと外に車をつけた時に、気になった車が結構あったんですよ。なるほど。ちょっと見てってもいいですか？いいですよ。今ちょうどお預かりする車があるのでちょっとご案内しましょう。はい、はい、まあ、GR なんですけど、他メーカーにお乗りのお客様、ちょうど今日もホンダ車、日産車とお預かりしているのでちょっとご案内いたしましょう。はい、はい、じゃあまず GTR からいきますか。サニー GTR、 めちゃくちゃサニー GTR 綺麗です。でしょ、すごく大事に乗っていらっしゃる方で、これはどういうところをここでやったんですか？そうですね、まあ、あの外観ではパッと見た目やっぱりプロジェクトミューのキャリパーキットですね、はい、あとはもう車庫帳とかもそうですし、はい、あとラジエーターとかブレーシセットとですね、でメンテナンスとかも定期的に入っていただいているので、見た目で言うとプロジェクトミューのブレーキが映えてますね。そうですね、まあ、色的にも、はい、やっぱ可愛いですよ ね、 この色味が、はい、目立ちますしね、はい、まあ、やっぱり赤がイメージあると思うんですけど、プロミューのグリーンっていうんですかね、映えると思うので、まず第一にはやっぱりブレーキのご相談来るとプロジェクトミューをご提案させてもらいます、ね、当然オーバーホールとかもさせていただいてますし、隣にはね EG もあるわけですよ。ホンダ、日産、トヨタ、GT 選手権始めちゃう。そうですね、確かに、フルブッシュ交換とかリフレッシュとかでご利用いただいたりするので、本当になんか総合チューニングショップ的な雰囲気ありますね。本当、はい、実際のところトヨタ車より他メーカーの人の方が多いんじゃないかという、うん、そういったイメージです。はい、こちらにもシルビアですね。シルビアもいいね。やはりやっぱりパッと見を引くのはやっぱりこちらもブレーキットですね、はい、やっぱシルビアはドリッシュ、うん、車にする人も結構多いイメージなんですけど、そういうチューニングもしようと思えばできるんですか？そうですね、はい、ご相談いただければ全然大丈夫です。こちらもブレーキと車庫帳ですね、ちょっとしたカスタマイズされる方が多くて、でこちらの FL5 も今やっぱり今の買ったばっかりなのであんまりまだされてないんですけども、スプーンさんのパーツ待ちみたいな。ちょうどスプーンのブレーキはついてます ね、 すね、はい、前もシルクだったんですよ。ああ、このお客さんが、はい、僕と一緒じゃないですか。そうですね。シビックをチューニングしようと思っているけどどうしていいか分かんない買った族の方ですね。そうですね。ショップさんで車カスタムしようって言ってもなんかいまいちどこがいいんだろうみたいな、皆さんお近くのそういうショップさんに頼むことが多いと思うんですけど、かといってまちまちじゃないですか、ショップさんも。だから信頼できるところってどこなんだろうって。すごい僕結構悩んだ時もあったんですけど、 GR さんっていうところでやれるっていうのはなんかみんなからしても入りやすいですし、そもそもだからトヨタ車以外チューニングできるっていうイメージがそもそもなかったんで。そうでしょうね、トヨタっていうイメージがあると思うので、全国 GR 車ガレージ他メーカーの方もぜひご利用いただいてですね、もう特にもう当店もう本当にウェルカムなので、はい、ぜひご利用いただければと思ってます。はい、いいわ、一種格闘技感いいわこれ。マツダとか、ね、スズキとか、はい、本当にいらっしゃるので、いいですね、はい、では、はい、いよいよちょっとね、事前に、まあ、なんかこういう感じでやりたいなっていうのはお伝えしたかなと思うんですけど、はい、そうですね、はい、まあ、僕的に今回はライトチューンをちょっとやっていきたいなと思ってるんで、はい、まあ、まずブレーキ、ブレーキ、まあ、エアロもできたらやりたいなとか、ね、足回りもそうですね、なんかそこら辺をちょっとやりたいなとは思ってます。ね、はいはい、まあ、ブレーキはね、リアが電動ブレーキなのでパーキなので、はい、まあ、フロントだけになっちゃいますけど、プロジェクトミューでどうかなと。 FS6 がいけるので、まあ、こういったタイプでお作りできると思うんですね。うんうんうん、結構やっぱいろいろ種類ありますよ ね、はい、プロジェクトミューでもこの手のシビックタイプ R はこれで十分できますので、うん、見た目も、まあ、ちょっと今赤ですけど、ちょっとフロントにこのプロジェクトミュー色
入れたらまたグッと見栄えも良くなるんじゃないかと思いまして、ね、はい、FL5 のこう印象とはまたちょっと変わりますよね。ホイールはどれでやっていきましょう。結構特殊なホイールなので、はい、マッチング合うのがないんですけど、はい、一応あの事前にご希望を聞いてたので、やっぱりレジさんの、はい、テイさんなのでマッチング合うのが見つけましたので、はい、それがいいんじゃないかなと思うんですね。やっぱね、僕基本レジ好きなんですよ。あ、僕基本ホイールどうしますかみたいな話、うん、そうですね、Tさんだなっていうのが、うん、そうですね、うん、はい、俺結構レイズ推しだからちょうどよかったです。いや、なかなか探すの苦労して、まあ、色があとあるので、まあ、そういったのもまた細かく打ち合わせをしてやっていければと思います、はい、あとはまあエアロとかですよね、うん、エアロも結構いろいろ迷っているところなんですが、です、はい、無限のエアロもいいなと思いつつ、あ、スプーンさんのやつとかこれから発売されていくやつも多いかなと思うんで、はい、結構あのオートサロン出てた無限さんのは、いや、かっこよかったですよね。かっこよかったですよね、はい、結構インパクトもあるので、うん、あれまだですよね、確か。そうです ね、ちょっとまだ先なんで、あとはそうですね、足は基本的にダンパーめちゃめちゃ、ね、この FL5、はい、ね、優秀なんでダンファスとかでいいんじゃないかなってちょっと思ってて、例えばスプーンさんとか、そうですね、スプーンさんで、はい、ダンファス出てますので、はい、それがやっぱり一押しなんじゃないかなと思いますね。あとはそうですね、何か他にはあります？あと欲を言えばちょっとマフラーとかもやりたいなとか、なんか願望はありつつもまあでも今はインパクトありますよね、ノーマルでも、はい、リア周りがですね、うん、そうなんですよ。あとまあボネット開けないと分かりませんけど、ターバーとか下回りのブレスとかも結構ノーマル足でそれ変えるだけでもかなり、いや全然違うんじゃないですか、ね、全然違うんですよ、はい、走りもさらにこう剛性感も上がって相談性も良くなると思うので、ターバーとかブレスですね、そういったのもおすすめですね、ぜひよかったら一緒に。ターバーはぜひやりたいですね。僕も S2000 の自分の愛車につけてやっぱり剛性感とか動きがやっぱ全然変わってくるんで、街乗りでも結構感じるぐらいなんで、はい、やりたいですね。その辺はやっていきましょう、はい、はい、めちゃくちゃ楽しみ、はい、これがあれですね、クスコさんのターバーと、まあ、マフラー、フードはダンパーもすごくいいのが入ってるので、なんか見えないけどが結構効いてきますよね。そうですよね、うん、やっぱり、ね、走りも楽しくないと、はい、ちょっとだいぶ決まってきましたね、はい、決まりましたね。これからこのシビックをこの GR ガレージチューナーさんで、はい、いろいろカスタム、はいはい、してもらって、はい、その様子をね、出来上がったらまたアップしていきたいと思いますので、はいはい、その経過をお待ちください。はい、ぜひよろしくお願いいたします、はい、今日はありがとうございました。おめでとうます。またね。やばくない？全然違うじゃん、だいぶ変わった。全然印象違う、いろいろ車高もね変わってるし、ブレーキの色もいいし、イメージだいぶ変わったんじゃない、シビックが。